どうもシャーペンです。今回はチェンソーマンコラボ超究極のサムライソードなんですけど、割と手数がひどそうだなっていう感じで遊べそうなんですよね。まあなので今回はちょっと一個ねやりたいことがありまして、まあ以前動画投稿したんですけど、ブシロードさんからカードいただきまして、モンストのコラボ商品ヴァンガードとので、開封したんですけども、残したんですよ、ちょっと2パックだけ。このためというか、このパックの中から出てきたキャラクターだけで勝とうっていう企画ですね。で、まあワンチャンこれいけんじゃないかなってので、やってみようかなと思います。でもルールとしては、まあキャラクターが出てきたら、まあそのキャラクターもちろんそうなんですけども、なんか卵とかあるんですよね。で、卵とガチャリドラを引いた場合は、ガチャで引いたキャラクター。まあ、どうしよっかな。単発。いや、さすがに正気。ちょうどいい難易度だったらこっちか。今ちょうどもらったんですけども。ガチャリドラと卵を引いたら、ここで引いたキャラクターが使える。まあ、あとは、まあ、普通にモンスターボックスとワクワクの実は外れでいいですかね。まあ、それ以外はないか。まあ、あとまあ、モンストレアっていうちょっとレアなカードがあるんですけど、まあ、それ引いたら、もう紋章使える。でいきますか。で、あとまあ、超獣神祭、劇獣神祭とかそういうシリーズ系を引いたら、まあ、その中にいるキャラクターが使えるっていうルールで、ちょっとこれ実験としてやってみようかなと思います。まあ、一旦とりあえずは、パックを開けてみましょう。さあ、ということで、またしてもこのカメラですけども、はい、こちら。こっから出たキャラクター、まあ、その中から、まあ、4人選択して、勝つって企画ですね。実際なんかちょっとバランス良さそうなんだよな。てか、侍ソードがちょうどいい気がする。で、これ、まあ、ノーカットでいきますか。ちゃんとこれだよっていうね。誰がいいんだっけな。まあ、地雷対応とにかく。で、ビナーとか別にありだし。もうこっから大事ですからね。あー、お前貫通だよな。貫通の中でオールアンチだった気がするんだよな。あ、でも地雷対応これ4国テスラがあったかもしんない。あれ飛行かもしんねえ。さあ、重要っすよ。あ、これ誰だ。このシリーズ埋水、あ、でもカンデラとかよかった気がすんな。カンデラ加速、いや、これ誰かいた。ごめんなさい、このシリーズマジで覚えてない、性能。で、なんか全体的に優秀だった気がする。はい。あー、エーテル。ちょうど性能が思い出せないぐらいの。地雷あったっけな。はい。あ、天使。いや、これ迷うな。あ、でもラミエルでいいじゃん。ラミエルにするか、いや、さすがに貫通いらんだろうな、ザロキエル。それラミエルでいい気がする。ただ問題は僕、ラミエル厳選してないっていう。はい、え、ここで確かこれレアだ。モンスターで引かないくせにここで引くんですね。お、いやいや、ソロも引いた。僕は見てない時に。こんなんめっちゃ当たりだからね。だってもう勝ちじゃん、ほとんど。もうソロも確定じゃない。だってめっちゃいいパックじゃん。あー、式分はあり。終わりか。特殊カードなかったな。そう、ここでスッと言えるような実況者やりたかった。エーテルが、重力減速壁、プラズマ、ちょっと利点少ないっすね。ってなると、爆絶なのもんたち。噛んでらっしゃインボリュートじゃなくて、グリッターボールみたいなのあって、全然違うわ。グリッターボール、フェムトか。フェムトが、そうだ、これめっちゃ、あ、フェムト、あれ、貫通か。まあ、地雷事故がないだけいいかもしれないな。帰りは反射だけども、あ、そこで SS 半分。いや、さすがにこれ地雷対応ある貫通かない反射だとどっちがいいんだ。仕事するのはどっちだ。でもみんな意外と持ってるんですよね。これ識部いいって思うんだよな。識部入れていい気がする。識部ソロモン確定。てか、ソロモン入れるだけで割と神なんだよな。まあ、あと反射、あ、これラミエルでしょ。だからラミエル。じゃあもうこの中で、貫通2だとちょっと仕事し、できなそうだな。再回復手段がなくなっちゃうから。これは、帰りにしよっかな。帰りで半分にさせるか。帰りがテラ。帰りかテラかカンデラか。カンデラでもサポーターなんですよね。一応ブーストかけれて、加速エースがあるんで。一番なんとかできるか。まあ、最悪反射もカンカンして避けるっていう可能性もありますからね。カンデラ一緒にいるか。でも挑戦パーティー決定。ソロモン。で、こんなか、
五体からカンデラで、この中からラミエル、そして式部。な、本当にちょうどいい縛りな気がする。これでいってみます。いくぞ。さあ、ということなんですけど、一個問題点がありまして、ラミエルが状態上回復持っていたっていうそうだっけと思ったら、確かにね、近畿一徹底だったんでありましたわ。しかも素浴びなんだよな。ただでもシステムはあんまりちゃんと理解してなくて、こうなるじゃないですか。でこうなった場合、強化カンデラ当たったら残るのか、それでも回復しきっちゃうのかっていう。ただラミエル自身残ってるからあると思う。あ、そうなんだ。いやでもエフェクトは入るんですね。状態上回復のエフェクト入って、なおかつ順番どっちか、そっちが先か。エフェクト入るけどもラミエルの強化は残ってるからみたいなややこしい強化、苦手なギミックだわ。ただこれちょっとめんどそう。ソロモン共感しておきたいな。共感にして、基本もうシティブは強化伝染要因というか、で火力はラミエルとソロモン、カンデラはもう邪魔をしないそれがモットーですね。はい、これで回復もして、とりあえずカンデラスタートだったら安心できる。てか地味に SS 溜まって運ぼれ来てるんだよな。ちょっとこれゆっくり行こう。普通にちょっと強化の勉強というか、ブーストじゃないカンデラ。あ、だからさすがに、あー、まあまあまあ、逆に強化もしなければ回復もまだ発動させない。君はどうすればいいんだこれで出てくれ。ナイス、強化確定、 OK。 いいね、強化もして回復。ここは攻めたいな。で、地味にあそこのね、価値が邪魔なんですよね、貫通にとって。ソロモンは現在強化していない。これかけたいですね。で攻撃もないから、一旦攻めターン入るか。いやー、これ反射だったらなソロモンにかけて、ちょうどね、青トンネル入るようになるんですけどね。この時ルートどうしよう。いっててか、いやマジかくぅ、あー、もうこれいい、それこれだこれダメなんだ。そっか、自分が強化になっていないと回復力しちゃうからアウトか。今のがちょっとデメリットっすね。ちょ、欲張りヘッド。うえ、これ耐えれるかこれ耐えきれる。だもうシティブだけ。もう一旦抜けよ、ちょっと。やっぱ2段階強化いけるでしょ。あ、いけんかそれ一発決めたら OK だと思ったけど、厳しいか。あぶねやっと2捨て抜けた。いや、でも J なかったな。一回広めて、まあ、次はもうスピード勝負ですからね。回復手段ねえから、これちょっと挟まるとこう、カンデラ下行ってほしいな、これ。地雷怖い。まあ、あの目の前置かれたら終わりだけど。カンデラ用の挟まりスポットを。あー、怖えそれいやらしいな気がすんな。
触れたら危ねえ。これでイカに挟まろう。あの追従も入ってる。これでイカ挟まり、いやでも反射に怖え。ひらめきやす、ナイス。いや危ね、アウトか。うわパック打つの俺。パック打ったんって意見しかダメよか、怖い。イカ挟まり打ちか。これで一旦しのぐ。ソウルスティールってこれギリ間に合ったっけな。しかも間に合ってねえや。いやここすらきついか。頼む。うっ、一旦生存。さすがにイカだな。次地雷持ち決めたいですね。まあ、でこれ鬼処理できんのは熱い。いやーでもやばい。か、いや割と釣りで終わる可能性もあるかな、綺麗にはまったら。よっぽどだけど。これで地雷持ちがあるから。ドン、ナイス。さすがにこれ1本持ってく力ありますね。さすが40ターン。あー、その衝撃もでかい。回復できんだよな。といってこの鬼処理しなかったら怖い。うわーこれ勝ち処理して、この HP なら大丈夫かな。よし安全を。えっハマってた。これラミエルもったいない気がするな。いや次これ危ない。終わればソロモンでこれ。ああくっそ、持ってかんか。あしか寝てる、起きろ。お前起きろ、あぶね。よし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 。なんとかなってる。なんとかなってるぞ。んでら。これイカ、イカか制限処理だなこれ。全回復しといて、ここのターンは一旦食らってからだな。まあまあまあ。でここイカ倒し処理したいな。いや挟まっちゃうかも。いやでもこれあ、いやでも悠長すぎやな。あれじゃあ遅延あるか。回復して、いって、お前やば。しかもソロモンそうずれるか。踏んでる、あ踏んでる、マジか。あアップデート役立った。
うわ、これボスもそうだしな、ボスと鬼とこれボス届かんな。いけ、ナイス、マジよく走ったな、よう走った。さあもうこれで一番うざいのが地雷で負けるでも一旦これトンネル入りたいな。もったいない。いやもう釣り行ったら終わりだこれ。これラミエル突っ込んじゃダメか。もうラミエル突っ込んでソロモンでそれしかないわ。なぜいたわナイス信じなすぎだラミエル最初グダウクルってことこのクエスト見捨てが難しいわ。いやでも本当にこの縛りいいないのかもしれない。これ後ろさんのこのキャラ戦というかちょうどね無理ゲーでもない選択なんで、ちょこれからもう一パックあるんでね、釣りのなんかちょうどいい降臨があったらまた遊んでみようかなと思います。ということでちょっと実験段階のサムライソードで遊ぼうでした。よかったらコメントなんか皆さんのまあ感想とか、まあこれしたらもっと面白いんじゃないかとか、まあありましたら教えていただけると嬉しいです。あと、常にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もちろんチャンネル登録でよろしくお願いします。今後もぜひ、では、ご視聴ありがとうございました。最後、ガード。